ハバードトンの戦いは、アメリカ独立戦争のサラトガ方面作戦中に、起こった戦闘である。当時は、論争が行われていたニューハンプシャー直居地ハバードトンの村で戦われた。1777年7月7日朝、サイモン・フレイザー将軍の指揮するイギリス軍が、タイコンデロガトリデから撤退中の、大陸軍公衛部隊に追いついた。これは、この戦争の間に、 現在のバーモント州で戦われた唯一の戦闘である。タイコンデロガトリデでは、イギリス軍がトリデを見下ろす高地に大砲を運び上げた、あと、大陸軍が7月5日遅くに撤退を始めた。アーサー・セントクレアの指揮する大陸軍の大半はハバードトンからキャッスルトンに交代し、セスワーナーが指揮していた、後衛部隊は休憩と落語兵を待つために、ハバードトンで停止した。 フレーザー将軍は7月6日早朝に大陸軍の撤退を知らされ即座に追跡を開始してジョン・マーコイン将軍にはできる限り早く援軍を送ってくれるよう伝言を残した。その夜、フレーザーはハバードトンの数マイル手前で宿営し援軍を率いてきていたドイツ人傭兵のフリードリヒリー・デゼル将軍はさらに数マイル後方で宿営した。 翌朝早く起床したフレイザーの部隊は大陸軍後衛部隊のいくらかに吸収をかけたが他の部隊は防衛線を形成することができた。激戦の中で大陸軍が後退させられたがリーデゼルの援軍が到着したのはフレイザーの部隊が大陸軍の左翼に回り込もうとしていた時であり結果的に大陸軍を蹴散らすことになった。この戦闘は イギリス軍をひどく疲れさせることになり、それ以上大陸軍本体を追撃できなかった。大陸軍の多くの捕虜が、タイコンデロガトリデに送られ、イギリス軍は、スケンスボロまで進んでバーゴインの本体と合流した。チリジリになった、大陸軍領は、ハドソン側に向かっていたセントクレアの本体に、合流した。ジョン・バーゴイン将軍は、ハドソン側流域の支配を目指して、 1777年6月下旬に8000名の軍隊を率いてサラトガ方面作戦を始めた。まず、シャンプレーン港を降り、7月1日にタイコンデロンが砦近くに到着した。7月5日、タイコンデロンが砦とその周辺の支援防御工作物を守る大陸軍のアーサー・セントクレア将軍は、バーゴイン軍の部隊が砦を見下ろす高地に大砲を据えたことを発見した。 大陸軍はその夜に砦を脱出し、主力はニューハンプシャー特許地のハバードトンを抜ける荒れた道を行軍した。この日は暑く日が照っており、その行軍速度が速くて非常に骨の折れるものだった。軍の大半は30マイル先のキャッスルトンまで行軍し、7月6日の夜はそこで宿営した。ハバードトンに至る軍用道路背景にある丘陵部の隙間を抜けて進んだ。 イギリス軍のサイモン・フレイザー将軍は7月6日、早朝に大陸軍が砦を放棄したことを発見した。フレイザーは即座にバーゴイン将軍に伝言を残して追撃に出発した。その部隊は敵団兵と軽府票の数個中隊であり、さらに第24歩票連隊の2個中隊と約100名のロイヤリスト民兵とインディアンの石膏が加わった。バーゴインは リーデゼルに後を追うように命じた。リーデゼルは、ブラウンシュバイクの両兵と敵弾兵の数個中隊を率いて出発し、残る部隊にもできるだけ早く、後を追うよう命令を残した。フレイザーの前衛隊の位置は、大陸軍の後衛部隊であるエベネザー・フランシス大佐の第11マサチューセッツ連隊から遅れること、数マイルに過ぎなかった。大陸軍のセントクレア将軍は、 ハバードトンで一旦停止して疲れて植えた兵士たちに休息を与え、さらに公衛部隊が到着することも期待していた。公衛部隊が予測した時間に到着しなかったので、セスワーナー大佐とそのグリーンマウンテンボーイズに、ネイサン・ヘール大佐の第2ニューハンプシャー連隊をハバードトンに残し、主力がキャッスルトンに進む間、公衛部隊を待つように指示した。フランシスの公衛部隊が到着すると、 ワーナーは、セントクレアの命令に反して、その夜は、キャッスルトンには向かわず、ハバードトンで過ごすことに決めた。ワーナーは、バンカーヒルの戦いやカナダ進攻作戦の間に、後衛を指揮したことがあり、宿泳は、モニュメントヒルに防御的配置を取らせ、タイコンデロガトリデからの道路には、保証部隊を置いた。リーデゼルの部隊は午後4時頃に、フレーザー隊に追いつき、 その兵士たちはそこで宿営しなければ前に進めないと主張した。リーデゼルは指揮系統の中でフレイザーの上級召喚に当たっていたのでフレイザーはその主張を黙認し地部隊は敵と交戦することを認められており翌朝3時には出発することを指摘しておいた。フレイザー隊はさらに前進してハバードトンから約3マイルの地点まで進んでから宿営した。リーデゼルは 部隊の残りが追いつくのを待ち、総勢約1500名になって宿営した。戦闘の後で、イギリス軍士官が描いた地図、フレイザーの部隊は午前3時に起床したが、暗闇の玉井に、リーデゼルは午前3時に選抜部隊と共に出発したが、フレイザー隊が夜明け近くにハバードトンに到着した時にはまだ後方にいた。フレイザー隊はヘイル連隊の一部に、 ほぼ吸収に成功し、ヘールの部隊は短時間の戦闘で散り散りになった。セントクレア将軍からの伝令が到着し、大陸軍が再集結することになっていたスケンスボロにイギリス軍が到着しており、ハドソン側に向かうさらに遠回りの経路を探す必要があると知らせてきた。セントクレアの指示は即座にその後を追って、ラトランドに向かえというものだった。 フランシスの部隊が渋滞を形成して午前7時15分頃に出発したが、この時、イギリス軍の前衛がその背後にある丘に到着し始めていた。フランシスのマサチューセッツ連隊は遠兵物の背後で急速に戦線を組み直し、息切れしたイギリス兵に威嚇の一斉射撃を放った。フレーザー将軍は状況を判断し、その左翼が攻撃される危険を犯して、 大陸軍の左翼に回り込む文献隊を派遣することに決めた。自軍の左翼にはリーデゼルの部隊が到着するまで持ちこたえることを期待していた。リーデゼル隊は別の丘の頂上に到着して大陸軍の前線を観察した。大陸軍はこの時ヘールの連隊の一部も合流しフレーザー隊の左翼に圧力をかけていた。リーデゼルは敵弾兵中隊を フレーザーの左翼支援のために送り、両兵中隊には大陸軍中央を攻撃するよう指示した。モニュメントヒルの西側、イギリス軍がこの丘に登って手前側に攻撃をかけたこの戦闘の初期の時点で、セントクレアは法制を遠くに聞いて戦闘が行われていることを知った。この戦闘を支援するために即座にヘンリー・ブロック・ホルスト・リビングストンとアイザック・ダンに ハバードトンに向かう道路に一番近い場所に宿営していた民兵隊を派遣するよう指示した。この二人が宿営地に着くと民兵中隊は遠くの方程だけで全員が撤退にかかっており、いくら説得しても振り向かせることができなかった。リビングストンとダンはハバードトン方向への帰乗を続けた。ハバードトンの大陸軍はモニュメントヒルに交代して陣地を確保すると、 イギリス軍の活発な攻撃を何度も撃退した。しかし、フランシス大佐はその腕を銃弾で負傷した。フランシスは耐え続け、兵士たちには弱点と考えられるフレーザー隊の左翼攻撃を指示した。戦闘が1時間以上続いた後、リーデゼルの敵団兵が到着した時に戦いの情勢が変わった。これら訓練を積まれた部隊は、 軍学隊の演奏に合わせて賛美歌を歌いながら、戦闘に参入し、実際以上に勢力を大きく見せた。大陸軍の左翼が崩れ、包囲されるのを避けるために開けた野原を横切って、全速で駆け出さざるを得なくなった。兵士たちが前進してくる、イギリス軍から逃亡し田園部に散開するときに、フランシス大佐は一斉射撃を受けて倒れた。1859年に、 戦場後に建てられた記念碑戦場後の観光案内所、大陸軍公営の参加した暫定は本体に合流するためにラトランドに向けて大変な道を進んだ。フレーザー隊の石膏やインディアンに攻撃され、食料やテントもなく、この時、エドワード砦に接近していた本体にたどり着くまでに5日間を要した者もいた。ヘール大佐や70名の文献隊は残敵を、 相当していたイギリス軍に捕獲された。フランシス大佐は敵軍の敬意を受けながら、ブラウンシュバイク兵の死体と共に埋葬された。リーデゼルとブラウンシュバイク兵は翌日、スケンスボロに向けて進発し、フレーザー将軍を大いに悔しがらせた。その進発によって、フレーザー隊は600名の疲れきっと兵士に、かなりの数の捕虜と負傷兵、およびほとんど物資もないままに残され、 アメリカで最も不満の大きい地域、あらゆるものがスパイと考えられる地域に残された。7月9日、フレーザーは捕虜が逃げようとするなら報復するぞと脅して少数の護衛をつけた捕虜300名をタイコンデロガの方向に送り、フレーザー自身は疲れた兵士と共にキャッスルトン、さらにスケンスボロ方向に進発した。 セントクレアが戦闘の支援のために送り出したリビングストンとダンは戦闘が終わった後にキャッスルトンに撤退中の大陸軍病に出会った。彼らは悪い知らせを持ってキャッスルトンに戻ったが本体は出発した後であり最終的に7月12日にエドワード旅取りでの大陸軍宿営地に到着した。イギリス軍の公式報告書ではその損失を イギリス兵38名とカナダ人1名が戦死、イギリス兵125名とカナダ人2名が負傷としていた。ドイツ人傭兵部隊の別の報告書では、戦死10名、負傷14名、総損失で戦死49名、負傷141名としていた。歴史家のリチャード・ケッチャムは、イギリス軍の損失を、戦死60名、負傷168名としている。 大陸軍の損失は、戦四41名、負傷96名、捕虜230名とされていた。地元の団体が1859年に戦場後に記念碑の混流を発注した。バーモント州は1930年代に戦場後の土地の取得を開始し、州立歴史史跡として運営している。この戦場跡は1971年に、 アメリカが衆国国家歴史登録罪に指定され、毎年戦闘の再現が行われている。ありがとうございます。